だからそんなね、家族としての体験もあるんですね。うん。で、それでその後アメリカに来ましたから、アメリカでやはり外側から日本の国家の振る舞いを、まあ、観察する機会があったというかね、それも非常に大きかったですね。アメリカご留学のいきさつはどういうことだったんそですれは単なる文部省の在学研究で、か？当時年齢ギリギリぐらいですね、50歳。50歳以下の人でなければ応募できないので。で、それで文部省から1年間、在学研究の、まあ、資金、お金を、まあ、給料払われながらですね、外国で。その時は先生は東大にももちろん移られている。東大ですね。はい。それで、ですから、それで教授になったばかりなんですね。で、ここにですね、要するに先生のような考えの人が東大で昇進できるのかっていう話が書いてありましたけども、私はたまたまですね、別に職場で特に違和感があったわけじゃないんで、だけど教授になって直後にアメリカに行って、アメリカの社会を体験し、まあ、かつ外から日本を見ることができるようになって、いろんなことをまあ感じざるを得なかった。で、特にアメリカにですね、いる間に、リチャード・マイニアって人の東京裁判の本を読んだんですよ。それで、それはワシントンでね、学会があって、その時に、報告しようというようなことで、で、それに関連して図書館で本を探して読んだんですね。で、日本に帰ってからそれ翻訳されてることが分かって、それで、まあ、東京裁判関係の本をね、ずっと読んだんですね、帰ってからもね。それでやはり、これはこういうことだったんだっていうことを、まあ、だから湾岸戦争できっかけがあって、それでアメリカでそのことに出会って、で、東京裁判の問題っていうのを日本で帰ってから勉強したと。で、それでやはり大きく変わりましたね。それで、まあ、だけどちょうどね、アメリカに行ってすぐの頃がクーデターの事件、ソ連の。で、共産党の体制が崩壊する時期ですよ。91年ですそうですね。ね、91年の8月。でね、ニューヨーク・タイムズなんかはね、6ページぐらいぶち抜きでその記事をわーっと書いてるんです。もうとても全部読み切れないぐらいね、本当に、まあ、だからすごいなと思いましたね。これだけの情報をね、掴んでいるというのはすごいと思いました。で、だから要するに、まあ、今までもう多かれ少なかれ影響を受けてきた、まあ、社会主義、共産主義という体制がこういうふうに崩壊するということはね、日本のその社会科学、人文科学というのは、まあ、多かれ少なかれマルクスの影響を受けているので、特に歴史教育なんかそうだわけですから、日本ではそれの見直しがね、始まってるだろうと思ったんですよ。で、だからそういうふうになってるだろうと、どんなふうな議論や、ね、思想的な変化が起こってるだろうかということを期待して帰国したら、なんと全く無風状態。これ驚きましたね。これ日本って何なんだろうと。で、これだけのことが起こったんだから、今までね、主義者としてソ連を礼賛していた人はね、どういうふうにしてこれを自分の中で折り合いをつけるのかということがね、問われるわけじゃないですか。だけど、中国のマルクス主義研究者で一人かな、飛び降り自殺をした人がいるらしいけども、日本でそういう人がいるということは聞いたことはないんですよね。だから、まあ、そういう直接そういう社会科学のそういう分野を、研究して、そういう、まあ、ソ連を礼賛していたような人がどういうふうになっていくのかっていうことはね。で、まあ、そんなことよりもとにかくそういう一切見直しが起こらない無風状態の中で、それ本当にびっくり仰天したんですよ。で、だけどこのままでいいはずはないと。で、どっかからね、歴史教育は一番そういう点で蝕まれてんだから、
歴史教育の改革がどっかから声が上がるはずだとじっと待ってたんですけど、うん、どこからも上がらない、うん、それで自分がやるしかないかなと思って、うん、自由主義史観研究会っていう名前で、うん、歴史の授業の教材を作ろうということでね、例えば明治維新、講座派の理論に基づく明治維新観はこれはダメだと、あの実証的相対的には労農派の方がいいんですけど、でもやはり別の観点から明治維新を教えようと、うん、いくつか問題設定して、うん、それで始めたんですね、現場の先生と、まあ、タイアップして、うん、でそれが始まりです、うん、でところがそうこうするうちに96年の6月に従軍慰安婦が全部の教科書に載るということが分かったんですね、うんうんうん、あの検定結果が発表されて、うん、あの従軍慰安婦の問題はあのビッグバンの年が92年ですから、その時ちょうど私はアメリカにいたのを知らなかったんです。うん、あ、なるほど。だけど帰ってきてからですね、はい、これなんだろうと、この動画なんかもテレビ見ましたね、はい、であんまりよく意味が分からなかったんですが、なんだろうと思って調べたらですね、なんと92年の段階で論破されていたんですね、うんうん、ただこれは嘘だよと、ひどい話だなと思ったけど、私は歴史家じゃないですから、別に近現代史のことについて発言する立場ではないんでね、うんはいはい、何もそれは自分のことだとは思わなかったんです、うん、ところが教科書に出てくるってことはこれ嘘でしょと、うん、嘘がなんで歴史の教科書にね載っていいわけなのということは強烈に思いましたね、うん、だからそれはまあ一回の教育研究者としてこれに黙っていていいのかと、うん、でこれに黙っていてですね、明治維新のことをどう教えようかなんていう話をしてもですね、うん、ちょっとそれはやや偽善じゃないかというふうに思って ね、うん、だからこんなね、日本国民の恥になる、恥っていうか無実のね、うん、罪ですから、そんなことは。でそれをですね、ことによってその歴史の教科書に書くというのはこれは絶対許せないと、しかも私がピンときたのはですね、これ性の問題ですから、あの表立って口にしたくないことじゃないですか、うん、でそれを使ってね、それから反論するんだって具体的に反論するってのはしにくいわけでしょ、はい、それから絶えず曖昧な部分がありますよね、はい、その明確に論証できるなんてことないわけだから、うんうん、そうするとそれは何でも嘘をつけるしね、被害者面もできるし、うん、何でもできるような領域なんですよ、うん、でそういう領域を狙ってこの問題を反日のね、日本を貶める材料に仕立て上げるっていう、この悪魔のような、その要するに左翼側のやり口っていうのを私はね、うん、本当にあまりに卑劣で許せなかったですね、うん、だから一番最初にあのこれなんていうか、このオピニオン誌に書いたのがこの諸君のね、はい、96年の10月号なんです、はい、でここにあの従軍慰安婦を中学生に教えるなという文章を書いたんですね、はいはいはい、でこれまあ、 あの私はまあ大変若かったんですけど、うんうん、でこれで、まあ、大体問題点を全面的に書いたんですけどね、うん、今読んでもね全然同じなんです、今の考えと、うんうん、だからこれ25年前ですからね、うん、25年間まあ、あんまりこの問題について進歩してないなと、私自身もね、しかし日本社会も進歩してないなと、そうなんですよね、思いましたね。だから 今読んでも このままの論旨で今も通用するというふうにね、うん、思いますし、本当にこれはひどい話だなと思いますね。だから今復活したこともね、うん、これはやっぱり、まあ、絶対許せないという思いでいるんですけどね、うんうん、だから慰安婦問題がいわゆる爆発を起こしたのが92年でしたっけ、うん、92年、はい、ですからちょうどそのソビエト連邦崩壊の翌年なんですよね。そうなんですよ。ということは私もですね、その頃ちょうど学生だったので、うん、よく雰囲気は覚えてるんですけども、はいはいはい、要するにその今までその共産主義を礼賛していた人たちが一斉に沈黙したんですよね。そうですそうです、はい、で彼らはどうやって逃げたかっていうと2つあってですね、うん、で1つはいやあれはソビエト型社会主義の失敗であって共産主義社会主義自体は普遍だというそういう逃げ方が1つと、そうそうそう、うん、あともう1つはその共産主義をこう前面に出せなくなったので、違う方向に行ったんですよ。そうですそうです。で1つがフェミニズムですね、はいはいはい、それから今アメリカで続いているような、うん、その、うんキャンセルカルチャーみたいな動きですね、そうですね、それから
日本の過去を暴くというところに行ったんですよ。だからもう私の分析と全くそれはぴったり同じ、全く同じですよ。だから結局要するに社会主義共産主義の理想を語れなくなった、うん、それに託して未来を語れなくなった、うん、その自分の所属する、まあ、集団の中で、うん、まあ、リーダーとしてのね、うん、役割を果たせなくなった人たちが過去を糾弾することに逃げ場を見出したと、うん、そうですね、それで猛烈なエネルギーを注いでそのことを始めたと、うん、でそれが正義で自分は人よりも道徳倫理観が、まあ、勝っている立派な人物だと思いたい、うんうん、でそういう道具になったんですね。あとそのソビエトの崩壊に伴って、うん、ノースコリアが非常に追い詰められたんですね、はいはいはい、で何やったかちょっとあの国際テロを起こして、で韓国の発展を妨害するっていう、はい、その流れで、はい、要するに日本人拉致問題が起こるんですよね、うんうん、でそれがだんだんその明らかになってくるときにそれをこう覆い隠すために、うん、それよりも大きな罪を日本が犯してきたんだっていう論法に行ったと思うんですね。その通りです、その通りです、はい、ですからね、あの韓国で日本大使館まで水曜デモったのを、はい、始めましたね、はい、あれはさっきの、河野談話の前 の, あの 村,、村山じゃなくって、宮沢訪韓の後からですね、うん、水曜デモっていうのが始まるんですけども、うんうん、あそこでそのパフォーマンスをしてるあの元慰安婦と称する女性たちはね、うん、全部北からリクルートされてきた人だということをね、うんうんうん、私伊沢元彦さんとね、あの強調の本を書いたんですよ、ノーと言える教科書とかっていう本を書いたんですね、はい、それでその取材を兼ねてね、うん、あの小電車の編集者と一緒に韓国に行ったんですね、うんうん、それで韓国のねちょっと今名前ちょっとあの出てこないんですけど政治学者の方とお会いしたんですね、うん、でその方は韓国が今北に侵食されてね思想的に、うん、あの蝕まれていて大変なことになるというものすごい危機感を持って語ってくれましたけどね、うんうん、でその方がおっしゃったのに私びっくり仰天したんですが、あそこでその暴れてるね、あの慰安婦と称する女性は全部北の工作員なんですよ、うんうん、ということをね言われて本当に驚きましたね、うんうん、でまさにそうなんですよ、うん、そしてしかもこのままいけば、うん、あの韓国は北に飲み込まれると、うん、政治的思想的にね、うん、その通りになったじゃないですかね、うんうん、だからこれは印象的なあの出来事でしたね。だからその頃の活動家たちが今、うん、ムン・ジェイン政権を作っちゃったんですから、うん、であの2000年でしたっけ、あの東京で、うん、あの昭和天皇を戦犯にするっていう女性戦犯法廷、あそこで裁判官やってる、九段会館でやったんですからね、裁判、うん、いわゆる裁判官やってたのがパク・ウォンスンという、はいはい、あのこの間ソウル市長、そうですね、そうです、はい、うん、だ全部つながってるんですよ、ね、うん、全部つながってるんです、うん、それは本当に見事なもんですよ、うんうん、でそれに徹底的にやられちゃったんですね。やられましたね。だからこのやっぱりね、保守系の政治家とかね、その人たちの中にそういう国家意識というかね、うん、日本大体総理大臣がね調査もしないで外国に行ってやたらとね新聞の記事が出ただけで謝りまくるなんてことはあってはいけないことですよ、うん、それは国家の名誉が自分でかかってるわけだから、うんうん、だからそういうことがね本当にもう残念ですね、うん、で未だにそこがちゃんと告知されてないけど、YK さん、まあ、いろいろありますけどもね、はい、はい、とですね、明らかに考えの違う主張の違うような人、あるいは二枚舌を使う人の、考えを改めさせる場合にはどうすればいいでしょうか。で、あの森元総理のお話とかですね、アメリカ大統領選挙 の,、うん、あのケースですとか、うん、そのこういう人たちをどう説得するかということですよね、うん、まあ、アメリカ大統領選挙については私もわからないとこだらけなので、むしろその茂木先生に教えていただきたい、質問したいことがたくさんあるんですけども、はい、あの森元総理がああいうふうにバッシングを受けてですね退場させられるっていうのは、これも大変残念でですね、
で、ああいうことをその下がることによってますますメディアのですね専制支配が強まるんですよ。ですから失言したと言ってすぐ謝ってその屈服するというもうそのことに朝日新聞やね、うん、その他の左翼ジャーナリズムが権力を持っていくわけね、うん、実際的な、うん、だからねもうこの謝るっていうことをねなんとかやめてほしいんですけどね、うん、まあ最悪のパターンになりましたね。それである人がねあのこの森総理に対するバッシングがねしかしよく観察するとある時期からねちょっと変わってきたと言うんですよ、うん、それはね、森さんはその最初はみんなその女性差別のひどい発言をしたおじさんっていうふうに見ていたけれども、うんうん、あのあまりにそのバッシングがひどくてねこれはちょっと変じゃないかと、うん、この叩いてる方がおかしいんじゃないかというふうにね雰囲気がね逆転してきてるって言うんですよ、うん、だからあのいろんなことを暴露するまあ批判する場合にもねその要するに声高に大声でわめき叫んでる人たちの姿をむしろ日本人には見せた方が逆効果で、うん、あの反発を感じてね、うんうん、こいつら何言ってること本当かなという思いになるんじゃないかという、うん、こういう、まあ、問題提起をねしてくれた方がいるんですけど、うん、私はそれは大いにあり得るなと思うんですね、うん、というのはねちょっと逆のパターンでね、うん、あの北朝鮮からあの拉致された人たちが、まあ、一部帰ってきたあの時期ですね小泉外交の時にですね、はい、横田めぐみさんがもう亡くなっていたというのでお骨を持ってきたかななんかあの時期 あの時期のそういう出来事があるんですその時にですね、はい、あの遺族が小泉さんを迎えるある場所で待っていて、うん、でそこに小泉さんがやってきてね、うん、それで遺族はもう口々に、まあ、あの訴えるわけですよ、うん、まあ糾弾するわけですよ、うん、それで小泉さんはそれにじっと耐えて黙ってるわけだね、うん、その場面を見てですね、うん、こうテレビで放映されてますね、うんうん、その場面を見てねどういう反応が起こったかというとねあの人たち自分のことばかりを大声でわめいてるけれども小泉さんは小泉さんなりに頑張ってやってきたじゃないと。だから満足いく結果が出なかったとしてもあんなに非難することはないとこういう反応なんですよ。なるほど。で私はそれ誠に残酷な話でね、うん、遺族からすればどんな思いかというので、うん、この反応はひどいと思いましたけどね、うん、しかしねどうして小泉さんがあそこにね遺族の前に姿を晒したかということを考えるとそのことを想定して出たんじゃないかと思えるんですよ。でそれをやっぱりあのコーディネートしたのは飯島秘書官かもしれない、はい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 、ね、あり得ることでしょ、はいはいはい、そうこれはねものすごい恐ろしい知恵だなと思うんですよ、うんうん、つまりわざとそこで批判にさらして批判してる側に国民の批判が向くように仕向けたんじゃないかなと思えるんですね、うんうん、だからそういうことがあるからあの今かあの国民の中に反感感情とか、まあ、反中感情とかもすごく広がってるでしょ、うんうんうん、中国はもうおかしく嫌だっていうのが9割ぐらいですからね。でそれは向こう側の対応があまりにひどいから、うんうん、それに反発を感じている、まあ、普通の日本人がね非常に多いということでそういう効果はむしろもたらしてるわけでしょ、うんうん、だからそういう形で変わっていくんじゃないかと、うん、国民の意識がね。でそういうことも一つは言えるかもしれないです、ね、ある意味負けた姿を見せることで、うん、その攻撃側のひどさを、そうそうそう、ひどさを浮き出させる、なるほど、うんうん、そういう手法があるみたいね、うん、それから一般論として言うとね説得の方法というのはね説得の方法を考える前に人は説得できるものかどうかっていう問題があるんですよ。でね、あのやはり事実は人の考えを変えられないという命題が一方であるんですね、うん、しかし他方ではねやはり事実を示すことで人は変わりるっていうこれも真実なんです。そうですね、両方あるんですよ、うん、だから両方視野に入れてものを考えないとね、うん、あのディベートをやれば何でも人の考え方変えてくれるとは全然限らない、うん、そうですね、意外と変わらないんですよ、うん、そのことをはっきりリアリズムとして認識しなきゃいけないが、うん、かといってですねやっぱり事実を知れば
考えを組み替える人もいるんです、うん、でまあ自分もそうだったし、うん、そういう人はたくさんいるんです、うん、事実を知らないがために間違った思考のプロセスに迷い込んでる人は本当にたくさんいるから、うん、やっぱりね、あの確証された事実をきちんと提示していくってことがね、非常に重要だなと、そうですね、絶えず重要なことだなと私は思いますね、うん、だからその説得と論破はまた別問題で、そうそうそう、でディベートっていうのはその論破の技術、ね、論破の技術ですね、うん、逆にそのやられた方がかえって、うん、逆上してですね、そうあの自分の考えに頼っちゃう、ありますよね、ありますね、自己防衛でね、そうですね、自分の過去を壊される恐怖感ってのありますから ね、うん、そうですね、だからそういうふうにですね、やっぱりより文脈を広げていろんなケースを考えなきゃいけないなというふうには思いますね、うん、はい、あの私今回の大統領選挙って、はい、まさにトランプさんがですね、その負けることで、うん、そのアメリカ国民のですね共感を集めちゃったと思ってるんですよ。そう言えますね、うん、選挙に負けたはずの前大統領がこれだけ力持ってるって私初めて言いました。いや本当に不思議な現象ですよ、うん、このままね消え去るのかなと思ったらそうじゃないんですもんね、でなんかフロリダのあのお屋敷が前大統領府ってなってて、うん、だから結局ですね、選ばれたとされるバイデンに、うん、やはり政治的正当性がないんですね。ないですね。国民から見るとあれは偽物だよっていうかね、うん、なんかインチキがどっかあると、うん、要するに国民が正当性を感じなければやっぱりね、うん、基本的にはそれ成り立たない。あとはもう力で押さえつけるか、うん、言論を封じるしかないわけで、うん、まさに言論でしか封じられない。しかしね、トランプという人があれだけね、あの前回の選挙に当選する前も当選した後もですね、もう全てのほとんど全てのメディア、例外はありますけど、ほとんど全てのメディアから口を封じられて、やむを得ずツイッターやなんかでこうね直接自分の発言を伝えるというような形でしか発言できなかったのに、あれだけやはり根強いね支持を、うん、いやまあもう今回の選挙だっておそらくコロナがなければ悠々当選してたと思うし、はいはい、まあそれ異論を唱える人もいるんだけども、うん、でそれから少なくとも大規模な不正があったことは間違いない、うん、でそれでどっちになったかってことはこれはにわかに断定しないとしてもですよ、しかしもう途方もない規模の不正があったことは間違いない、うん、でそうした中でですね、まだ支持がですね続いているというのもこれものすごいことだなと、うん、で私それで思い出すのはね、アメリカに滞在した1年間の中でいろんな経験したんですけど、ある時ですね、私住んでたニュージャージー州なんですけどね、うん、でプリンストン大学の郊外に住んでたんですよ、うん、それでドライブで家族でね大西洋ですね、うん、にこう突き出てるね、うん、こういう細長いこう半島があるんですよ、うんうん、でそこに面白い、これ地形が面白いからそこの先端まで行ってみようとかつって、うん、ドライブで行ったんですね、うん、そしたらですね、そこに何て言うかね、別荘っていうかコテージですね、コテージに住んでるというねお年寄りの老夫妻がね、うん、浜辺歩いてたんですね、うん、それで我々が日本人だっていうか気がついてね、呼び止められてね、近くに家があるからちょっと寄ってかないかってわけです、うん、それで行ったらですね、日本酒の愛好家でね、日本酒を出してくれてね、でいろんな話をしてくれた、いや日本人か懐かしいと、自分は戦争中一度日本に行ったことがあるということ、戦後かな、はい、それでね、日本のね特攻隊ってのはすごいと、うーん、あれだけのね今命を懸けてね、ああいうことをできるのは日本アメリカ人にはとてもできないと、うん、いうようなことでね、それでものすごい日本びいきなわけですね。それでね、その人はね、その人が言ったことはね、FRB、うん、ね、連邦準備局ですね、はい、で FRB は共和党も民主党もあれは手をつけられないんだと、うん、ね、でしかしそれが支配してるんだと、うん、いうことを言ったんですよ、うん、で共和党も民主党も全然ダメなんだと、うん、で本当のその力はそこにあるんだと、うん、でそのことをね新聞でね、そのポピュリストって言うんだね、こういう人たちを、うん、でポピュリズムっていうと日本だとその、まあ、政治的な大衆迎合で悪い意味じゃないですか、うん、だけどね、そこのアメリカのポピュリストっていうのは実は中西部にこう、はいはいはい、まあ、土着してね、
で開拓時代の雰囲気を持っている、うん、要するにこの伝統的アメリカ人なんですよ、うん、でそういう人たち、まあ、グラスルーツなデモクラシーの人たちね、うんうん、でその人たちの層の流れを組んでる一つ の、 あ、はい、あの政治的な潮流なんですね、うんうん、それで、まあ、あの茂木先生 の、 あのアメリカの解説なんかを読むと非常に符合するんですけど、結局私のイメージの中ではね、でその人はあのドイツについてもね、いやドイツの事情が当時あったんだと、うん、いうことで、ヒトラー全面悪者論じゃないんですよ。だからね、そういういろんな話をしてくれてね、でそういうこの潮流がねあるんだっていうことでね、まあそのアメリカの政治思想の本なんかも書いて読んだりして、でその位置づけは大体分かったんですけどね、うん、だから茂木先生がレクチャーされてる通りなんですけど、うん、トランプの支持基盤というのをこうイメージするときにね、その浜辺であった老人の姿が思い出されるんですよ。だから私は今回のトランプ現象というか、トランプがあれだけ叩かれながらなお生き残ってるというのは、うん、そういうアメリカ社会の基盤にそういうものがあるんだと、うん、ね、でそれがたまたまトランプという形で現れているだけで、うん、トランプを支持するって形の一つの集団がね、はい、社会層があるということでね、うん、だから簡単には潰されない、うん、ただ行く末は分かりませんけどね、うん、ですけど簡単には潰されない強固な基盤があるというふうなことは間違いないなと思うんですね、うんうんうん、だから今後やっぱりアメリカ政治がどうなるかってことは、日本を含む世界にとってものすごい重大なことですからね、うん、だからこれはやはりずっとあの見ていかなきゃいけないなというふうに思ってるんですけどね。そうですね、うん、本来その人たちはあの共和党に入れてきたんですけれども、そう、共和党も腐敗してしまってですね、上層部がね、そうで、あのウォール街、その FRB とつながってるウォール街ともうズブズブになってる、うん、あの、うん、マッコーネルみたいな連中がいっぱいいるわけですから、はいはい、だからそれに対する反発からトランプ現象が起こったので、うん、だからもしトランプがその、うん、ポピュリストパーティーを作ればですね、あの一定の票が集まるんですよね、うん、ただしそれただあの共和党と分裂するから民主党になっちゃうからね、選挙の力学でね、うん、だからね、そういう意味ではね、今回のトランプが負けた形になってる選挙というのは、あのまあ、茂木先生にお聞きしたいんですけど、ディープステートという言葉は茂木先生はお使いになるんですか？私は今回の選挙から使い始めました。あ、で私もね、ディープステートの定義もはっきりしないし、うん、ただまあ、あのアメリカではもう普通に使われている言葉になっていることは知ってるんですけども、眉唾っていうかね、あのなんか A さんがディープステートだとかって、そんな話変だなと思って聞いたりもしてたんですけども、うん、ただですね、これ社会科学上の概念というのは意外と曖昧でね、なんていうかこの残余カテゴリーみたいなね、うんうん、とりあえずこの辺りに名前を付けようということで、だんだんこの意味内容が、まあ、はっきりしてくるという要素があるじゃないですか、うんうん、だからディープステートもそういうふうに考えればね、まあ、一定の機能を持った概念として扱ってもいいのかなと思い始めてもいるんですけど、はい、やっぱりこの正当な政府によらない実際の世界を動かす力を持ってるね、うん、まあ見えざる、まあだからディープと言ってもいいし、それからインビジブルと言ってもいいんだけど、うん、そういう勢力っていうのはずっといて、うん、でそれがですね、うん、今回のトランプのあの選挙で、うん、その一角が露呈したんだと思うんですよ。そうです。でそれが我々にとっては本当に新しいこの目を開かれる発見で、あ、こういうことがあったんだっていうことにね、初めて、まあ、我々も世界中もおそらく気がついたんだと、はい、でそういう本当の闇の力っていうものをですね、はい、垣間見せてくれたというのが今回 の、 あの大統領選挙だったな、じゃないかなと私は ね、 そうですね、思っているんですけどね、うん、だからまあ遡ると大体1世紀の歴史があって、うん、そう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 、うん、でそのあれですよね、南北戦争の後でアメリカが急速にその攻撃で成功して、うん、でイギリスを追い抜いて世界ナンバーワンになって、まあ、あり余る資金がアメリカに集まったんですよね、うんうんうん、そうするとその国際金融資本とか多国籍企業とか、はい、それにぶら下がってる大手メディア、うん、で最近ではあのビッグテック、はい、ガーファ、それからあの
官僚機構ですね、これは日本も同じですけども、既得権益者、この総称がディープステートと私は思っています、うんうん、まあそういう意味では本当にまあすごい歴史的な大きな激動の時期に私たちは生きてるなと、うん、そうですね、うん、そういう中でやはり日本の歴史教育とかそういうことも本当に、うん、まあ真剣に取り組まなきゃいけないとは思いますね。だから先生があの思想的な大転換を迎えられた、うん、あの湾岸戦争ソ連崩壊に匹敵する今、うん、と思いますね、大転換期ですよね、と思いますね、はい、後から見たらそうなってるだろうというふうに私は思いますけどね、はい、だから今回も多くの人がこれで目覚めてくれることを期待します、うんうん、はい、はい、どうもありがとうございました。今日は長い時間ありがとうございました。はい、どうも、いや素晴らしい、いいえいいえ